何してやがる。そうだ。よう、あばずれ女、生きてるぞ。何の用だ。そいつな、お前に頼み事ができた。命令の間違いだ。やるのかやらねえのか、どっちだ。で、何をすりゃいいのか。フェニックスに出ろ。おい。その警道官の小僧を潰せ。勝つ必要はない。ああ、もちろん、優勝してくれても構わねえぞ。簡単に言ってくれやがるな、おい。で、こいつを狙う理由は？教えてやる義理はねえが。まあいい。その小僧の大軽質が、後々厄介の種になりそうでな。今のうちに潰しておきてえのさ。あんたもそこまで言うからにはよほど強力なんだろうな。あれを目の当たりにしてりゃ、誰だってどう思うだろうね。そんじゃ最後に確認だ。誰にも妹に手出しさせてねえだろうな。当然だ。俺は絶対に契約は守る。ま、いつまでも閉じ込められてるのもつまんねえしな。仕事ならありがたく頂戴するさ、ビル・クエーベルバイン。さっさとそう言いやがれ、イレーネ・ウルサイス。やれやれ。とりあえず腹ごしらえをさせてもらうか。委員長、マリアスメソだ。あの人がいるんですよ。随分とやかいね。彼はうちの OB だぞ。学生時代にはフェニックスを制したほどの実力者だ。聖堂館の OB ってことは銀河の幹部ってことだよね。名目上はな。彼はフェニックスに入所した際、卒業後の運営委員会入りを望みだったそうだ。へえ、なかなかに食えない男だぞ、あれは。これから職員に重要なレギュレーションの変更を伝える。気のせいか。従来公式武装には制限を設けていなかったのだが、いろいろと不都合な部分が出てきた。具体的に言うと、自立起動する機械を武器としてどう扱うかだ。
武器の数に制限を設けるのは論外だ。自立機動兵器の使用を禁止すれば、それはこの大会の衰退を招くこととなるだろう。そこで、今回に限っては、代理出場という形を取ることにした。賢明なる諸君には、それが特定の学園を有利にするものではなく、むしろ、近い将来の平等性を確保するためのものだと分かってもらえると思う。そして、ペッタを愛し、応援してくださっている皆さんには、これがより進化した、新たなペッタへつながるものであることを、ご期待いただきたい。これ試合だから移動しなくていいんだよね。うん、まだかなり時間があるし、軽く休息を済ませておいてもいいかな。じゃあそうしようか。あれ、そやたちは？あ、出た。なんだ、よかったら一緒に食事でもどうかなって。もちろんランビンも。食事？あのな、天桐、何度も言うが、俺はお前と慣れ合うつもりはねえ。いや、そういうつもりはないんだけど。ほら、この前公式武装を貸してもらったお礼もまだしてないし。そんなもんいるか。一つだけ言っておいてやる。俺が一番戦いたい相手はお前だ。俺たちと当たるまで負けるんじゃねえぞ。あれも難儀な男だな。うん。わっ、早く発見。さやか、驚かさないでよ。ミロロケ。怖い。どこに行ってたのか。ごめんなさいです。ちょっと早送りに。何？ふっふっふ、全然驚け。お弁当だ。あの、この前、相模屋先輩、じゃなくて、さやさんとお二人で登壇しまして。その、応援の意味も込めて作ってきたのですけど、わざわざ作ってきてくれたのか。私、ほとんど料理の経験がないので、さやさんに教えていただいて。おぉ、ささみやは人に教えられるくらい料理がうまいのか。へん。ごめんなさいです。私、本当に不器用で。うんね、嬉しいよ。ありがとう、キリンちゃん。あやとあやと、私のも見て。ああ、はい。随分と、その、大きいな。財は層を兼ねる。私のモットー。ひょっとして、剣のおにぎりなのか？それが何か？いや、これを持って料理を教えたと言い張るお前に少し感心しただけだ。剣！一応一応けど褒めてないからな。まあまあ、これならみんなで食べても十分足りそうじゃないか。元よりそのつもり。だってさ、いいぜ。まあ、そういうことならご相談にあてがろうか。よっ、決まり。うん。うん？私も、不公平は良くない。うん、いい感じ。私たちの控室なら落ち着いて食事もできるだろう。行くぞ。わ、そうか。待てよ。ごちそうさま。お粗末様でした。とても美味しかったよ。はい。私は少し食べ過ぎた。あんなに巨大なおにぎりを一人で三つも四つも食べればそうなろう。おっと。そろそろ時間だ。はいはーい、こちらは第一試合会場のシングスローブです。優勝はアスタリックグローブキャッチングカンパニーアナウンサー石原潤二と、解説はレオン第7学院王子兼エグゼクティブアナロバルの部隊長であるサムキサムさんでお送りします。どうも、よろしくお願いするっす。さてさて、今からでございますな。
ブームのおさらいをしておきましょう。弊社の開催期間はおよそ2週間。前半は6人予選と呼ばれ、256人のペアがベスト32まで絞られます。本戦では改めて抽選が行われ、新たにトーナメントが組まれるんですよね。そうっす。所属学園にポイントが入るのは本戦からっすね。リアル接客は、ペア両名の交渉が破壊された時点。または、一気喪失、ギブアップなどで敗北判定がなされた場合に、交渉を通じて宣言されます。試合の進行や判定が完全自動化されているので、審判はいないっす。確か、アヤと先輩たちの初戦の相手は、ガラードワースですよね。うん。序列30位と41位だったかな。いけそうか？やるだけやってみるよ。何か特別な特権でもあるのですか？いや、むしろその逆だ。まあ、見てればいい。緊張してるのに、なんでそういうこと言うかな。さらにキャッチコーナーは、ブルーウィンドウってこと、キリクベルト選手。こちらは、聖堂館、ブレスボイス。まさに、選手